今年7月、いよいよ開幕です。世界水泳福岡大会、世界中から注目、最大でなんと50万人が訪れるとされている福岡市で、さまざまな食を楽しんでもらおうと、スペシャルメニューの開発が進められているんです。具沢山でボリューム満点のサンドイッチとハンバーガー。実は全部植物性の食べ物で作られている、いわゆるビーガンベジタリアンメニューなんです。肉だけでなく卵も一切使っていないということなんですね。観光庁によるとベジタリアンなどの人口は年々増加傾向に。外国人観光客のインバウンドに大きな期待を寄せる福岡市は市内25店舗と新メニューの開発を進めています。世界水泳の時には一応予約でこうね注文してもらった形です。数が多分多いと思うんで。こちらは本来提供している豚味噌の代わりに大豆味噌、かつおだしの代わりにアオサを使った味噌汁が振る舞われました。糸島産の大豆など地元福岡の食材もふんだんに使われています。かなりしっかりボリューム感があって満足度も高いなと思いました。こういうお店がこう増えたらいいなって思います。店頭での提供は7月14日開幕の大会に合わせての予定です。世界中に福岡の名前を広めようと、これからもスペシャルメニューに磨きをかけていきます。